はい、皆様どうもこんにちは。本日はですね、シグマが、新しいレンズを出すということで、それについてですね話題にしてみたいと思います。はい、1週間前ぐらいにですね、シグマの新レンズの噂というものをですね、出しまして、それからですね、こんなに早くですね新レンズの発表が決定するとは思いませんでした。はい、とにかくね、噂が出たと思ったらすぐ出てきたという感じですね。時折こういうのがあるので、驚きますよね。はい、例えばね、キヤノンとかの EOS6D Mark II だとか、85mm の単焦点とか、これは今までも何回か話してるんですけど、まあ、1ヶ月か2ヶ月ぐらい前から、6D Mark II は3ヶ月か4ヶ月ぐらい前かな、それぐらい前からですね、ずっと話しててもなかなかまあ出てこないという感じなんですけど、シグマの方はですね、どうやら今週になるのかな、今日日曜だから今週でいいんですかね。はい、にある、CP プラスにですね合わせて、シグマがどうも新レンズを4本ほど出すというそういうですね、ことになったみたいです。はい、でこれからもね、他の会社も、もしかしたら、まだですね、発表はいろいろあるかもしれません。あ、それはまた今度にしましょうか。CP プラス直前になったらですね、いろいろいろんな会社が、こんなものを出しますよっていうのをですね、話してみたいなと思います。はい、ちなみに僕はCP プラスにはいかないんですけどね。でもその前になるということで、光学製品がいろいろ活発に発表される時期になりますね。はい、じゃあ、話を元に戻してですね、このシグマのですね、次出る新しいレンズって何になるかっていうと、前ですね、こういうレンズが出るよっていう噂の時に挙げましたけれども、14mm の F1.8 のアートと、でもう一つはですね 135mm の F1.8 のアート、この2つはですね、噂で上がってた通り、どうも出るみたいですね。はい、で今まで24から、85まで、単焦点のラインナップが出てるので、おそらく次出てくるとしたら、それより広角側か、望遠側ということで、 14mm と 135mm っていうのはですね、妥当なラインじゃないかなというふうに思います。はい、でこれ以外にもですね、どうやらもう1個アートラインで出るらしいんですけど、それはですね、単焦点ではないです、ズームレンズです。でズームレンズのですね、24-70 というものが出るみたいですね。24-70 の、F2.8 と、でこれとあともう一つはもうアートじゃないですね、100-400 の5から、6.3 だったかな。これはちょっとね、あまり興味がないので、詳しく覚えてないんですけど、もう一本アートラインじゃない、そういったズームレンズが出るみたいです。はい、でそういったね、4本のレンズを急に、発表してくる、 CP プラスの前に発表して、どうやらね、その展示会で、展示してどうでしょうか、これいいでしょうみたいな感じでですね、売ってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、でこれらのですね、レンズのうち、14mm と、135mm については、以前ですね、で 14mm は成形写真で使うと、 135mm は静野写真で使うというふうにですね、僕だったらそういうふうに使いたいなというふうに思いました。はい、でこの24-70なんですけど、これはですね全く噂の時には話してなかったんですけど、どうやらねこれも出るっていうことで、これもね、天体写真に使える感じじゃないかなと思います。はい、で 24mm って言えばですね、これは成形写真で使える、焦点距離ですね。はい、ちょっと星だけの写真だと 24mm は広すぎるかなっていう感じがするんですけど、成形写真だと、いい感じの距離ですかね。はい、いい感じの焦点距離ですかね。はい、でそれからですね 35mm とか 50mm、そこら辺も含んでるので、星座の写真とか大きめの星座から中ぐらいの星座、それぐらいの星座は、結構うまく入るんじゃないかなと。あと 70mm だったらですね、オリオンがちょうどいい感じかなというふうに思いますね。窮屈な感じもなく、ちょっと広めになると思うんですけど、70mm だとそういうのが使えるということで、成形写真からですね、静野写真の特に星座をメインにした、そういった写真が撮れるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、で 35mm とか 50mm のですね単焦点があるんですけど、これより性能良くなっちゃったらどうなるんですかねっていうのはあるんですけどね。明るさがね、35mm とか 50mm っていうのは 1.4 に対してこれ 2.8 なんで、そこら辺でアドバンテージはまだ単焦点側にあると思うんですけど、ただねかなり性能が上がってたら、この24-70っていうのはですね、そういった星座とか星野とか
あるいは成形とか、そこら辺をですね取るのにちょうど適した焦点距離になっているので、なかなか使えるんじゃないかなというふうに思います。はい、こういったね、魅力的な天体写真にも魅力的なレンズがですね、シグマから、3本ほど出たと。まあ、新しいレンズは4本なんですけど、まあ、天体写真的に魅力があるのは、3本かなというふうに思います。はい、今回のですね、この CP プラスっていうのはなかなかちょっと天体写真家として、まあ、自称ですけど、天体写真家として楽しみな製品ってちょっとないかなっていうふうに思ってたんですよ。まあ、あえてあげるならペンタックスの KP ぐらいかなって思ってたんですけど、まあ、直前になってですね、このシグマが、シグマから楽しみなレンズが発表されると、そういう形になりましたね。はい、ちなみにもうこれは確かほぼ確定情報で、あの英語力僕ないので、読み間違えてるかもしれないですけれども、シグマのですね英語のサイト、海外のサイトでですね、発表のところに確か今日書いてあったはずです。もう、はい、この4本のレンズを CP プラスに間に合わせますよみたいなことが書いてあったはずなんで、おそらくね、確かに出てくるもんじゃないかなというふうに思います。はい、ただね、一点あのシグマのレンズっていうのは注意点が必要でして、コーティングとか特殊ガラスの使用枚数が少ないとかですね、そういったレンズがたまにあるんですよね。はい、でそれが、そのコーティングとかレンズの種類、材質とかによってですね、何が問題あるかっていうと、パープルフリンジが、出るっていう場合があるんですよ。そういう問題をですね、抱えている、レンズを出すことがあるんですよ。はい、でそれが何かっていうと、 85mm の F1.2 でしたっけ、 1.4 でしたっけ、 1.2 だったかな、ちょっともう忘れちゃったんですけど、このシグマの 85mm っていうのはですね、天体写真に使おうとすると、星に中間規制ぐらいかな、中間規制にですね、パープルフリンジっていうのを出してしまうんですよね。はい、でそういったね、弱点があります、弱点を持つ場合があります。ちなみに 35mm とか 50mm だとそこまで出ないんですけど、この 85mm はですね、そういった弱点があると。でこの 85mm もですね、写真家の方からはですね、かなり高評価を得ているらしくて、オータスレベルとかオータスを超えたとか、そういったね、評判になってます。はい、それは解像度、まあ、シャープさとかですね、色修正のなさっていう点では、かなりですね優れたレンズだという、まあ、そういう評価を受けてるんですけど、ただ星を取るとですね、そういったまあいろいろ星って厳しいんですよね、条件が。はい、星を取るとそういったパープルフリンジっていうところでですね、弱点が出てくるというのは、ありました。はい、まあ、ちなみにこのパープルフリンジっていうのは処理次第では除去できるので、まあ、画像処理に自信がある人はそこまで問題にならないんですけど、まあ、そうやって処理でなんて言うんだろう、消してしまうとね、なんかちょっと弊害があるんじゃないかなと、いろんな、まあ、詳しく見るといろんな弊害出てるんじゃないかなっていうのがありまして、まあ、あとできればね、気持ちの問題かもしれないですけどね。はい、まあ、気持ちの問題が大きいと思うんですけど、なんかそういったね、パープルフリンジが出てそれを消去するっていうのはちょっと気持ち悪いなと思ってて、できればない方がいいと思ってるんですよね。はい、でそういったね、弱点がある場合、弱点を持つ場合があるので、新しいレンズがこう今出たからといってですね、まあ、すぐ天文に使えるかどうかっていうと、ちょっと撮ってみないとわからないというところがありますね。はい、しかもこのパープルフリンジとかはちょっと何て言うんだろう、タチが悪くてですね、1秒2秒ぐらいの露光じゃわからないんですよね。はい、しっかりですね赤道儀に乗せて5分ぐらい追尾して、それでも素材持ち帰ってですね強調処理して、まあ、浮いてきたとか、そういうこともあるので、そこら辺のことがですね、どうかなっていうところはありますね。はい、でその135mm と 14mm、なかなか楽しみなんですけど、シグマのレンズはですね、そういったちょっとした注意点っていうのは必要かなっていうふうに思います。はい、それがね、まあ、85mm の時に学んだことというか、そういうことになりますね。はい、なのですぐね、これが出たからって言って僕はですね買いません。はい、すぐ、まあ、購入というふうにはいかないと思うんですけれども、まあ、他の方が撮られてですね、そういったパープルフリンジの問題とかなくて、さらにですね星がすごいシャープに映るということであればですね、購入検討していこうかなというふうに思います。はい、でちなみに実売価格の予想なんですけど、おそらくですねシグマのアートラインだと12、3万ってところですかね。おそらく15は超えてこないと思います。はい、85mm の時も、オータスの半分ぐらいだって言われてたんですけど、実売になるとですね、さらにオータスの3分の1ぐらいかな、結局、まあ、それぐらいにですね、抑えられてきたので、その135mm とか 14mm はおそらくですね12、3万ってところじゃないかなと思います。はい、でこの24、70はですねもうちょっとさらに落ちるかなというふうに思いますね。
少しあのレンズの口径が F2.8 になるのでちっちゃくなるのと、2470って確か純正だとあんまり高くなかったはずなんですよ、はい、でそういうこともあっておそらくですね10万前後になるんじゃないかなというふうに僕は読んでます、はい、まあ、どうなるかわからないですけどね、ズームの方がもしかしたら高くなるかもしれないし、もっと高くなるかもしれないし安くなるかもしれないと、そこら辺はですね、ちょっとわからないんですけど、まあ、シグマのアートなんで、15を見ておけば多分お釣り来るかなっていうところだと思いますね、実売では、はい、まあ、そこら辺を見ておけば、買えるレンズになるというふうに思います、はい、まあ、そういったねシグマのアートラインっていうのはコストパフォーマンスっていう点では大変優れてますんで、そこら辺がねあの期待できるというか、まあ、そういうところもあって、まあ、気軽に試せるっていうところも、まあ、気軽ではないですけどね、まあ、30万40万っていうバカ高いレンズにはならないと思うんで、まあ、なんとかね手の届く範囲にあるっていうのが、まあ、いいところかなというふうに思います、はい、ということで、本日はですね給料あの噂が出て1週間ぐらいにだったと思うんですけど、それでですね給料もシグマからですね CP プラスに間に合わせて新しいレンズ出しますっていうことだったんで、まあ、それについてちょっと話してみました、はい、で 14mm と 135mm についてはですね、まあ、以前噂のところでも話した通り、まあ、僕だったらこういう風に使いたいなっていうのがあったんですけど、まあ、新たにねあの24-70 の F2.8 というものがですね、これもなかなかあの天体に使えるんじゃないかなという風に思いまして、まあ、それの、まあ、それもこういう風に使うなっていうのをですね話しました、はい、それとあとはまあ実売価格とかあとシグマのレンズの注意点だとかそういうところをですね、話してみました、はい、で、今日はですねそんな感じで、話を終わりたいと思います、はい、それではですね、ここまでご視聴くださった方どうもありがとうございました。失礼します。